サイド・オマール・ウィン・モハメット・アルサゴフは、イギリス領マラヤの王族。広島市への原子爆弾投下で被爆死した、港特別留学生サイド・オマールとして知られている。ジョホール州の王族、アルサゴフ家出身。イギリス領マラヤのジョホールバル生まれ。幼馴染みに、ウンク・エイヤジズがおり、後に、オマールの妹と結婚し、義兄弟になる。メダンオランダ学校。 ジョホールバル小学校、ジョホールバル中学校で学ぶ。太平洋戦争勃発後進行してきた日本軍がマラヤを占領して日本の統治が始まった。そこで南方特別留学生1期生に選抜され1943年来日、国際学友会日本語学校での語学研修の後、1944年、広島高等師範学校へ入学指導年卒業後、 1945年4月、旧正広島分理科大学へ進学し、教育学を専攻した。広島時代のオマールは、他の留学生より日本語が達者で、優秀な成績を収めていたとの証言がある。1945年8月6日、一元目に授業がなかったため留学生寮である、高南寮にいて、2階にあった自室で被爆した。寮は崩壊したが自力で脱出し、 防空壕の中へ避難していたところ、他の留学生が助けに来て、彼らと合流した。翌7日から1週間にわたって、大学前で野宿しながら、他の日本人被爆者の救護に当たったり、唯一行方不明であった、留学生、ニック・ユソフの捜索に当たった。野宿する、留学生たちを気の毒に思った、牛田の庭の市から部屋を提供されたことにより、8月15日から、移り住んだ。 8月25日上京することになり、記者に乗り込むも、オマールはお勘を訴えていた。8月26日京都に到着、8月29日東京へ向かう出発間際に急変し、8月30日京都、帝国大学医学部附属病院に入院、この時点で手遅れだった。浜島義弘医師は、原爆症自体が明らかになってない。 状況下で懸命な延命処置を行い自らの血液を輸血するなどしたが実らず、オマールは9月4日、早朝病院で死亡した。19歳没。その日付き添っていた京都定大在学中の南方特別留学生らによって、その日のうちに埋葬地が探された。結果当時支援墓地であった南前時代日山に留学生たちによって、 イスラム教儀礼に従って埋葬された。1957年、オマールの妹が来日しオマールの墓を探したが、見つからなかった。防空衣が2本建てられていただけの墓で、月日が経っていたため朽ち果てつつあった。1958年このことを、週刊誌が取り上げ、それで事情を知った京都落北、平八茶屋の主人、園部秀文が、これは、京都の恥だ。 立派な墓を作ってあげたいと、墓の混流に動き出した。遺族の了承を得て、英文の実定で、京都市観光局勤務、園部基地が奔走して、神戸ムスリムモスク幹部のスタコフ氏、佐賀野の,の石材店にし、トラの協力を得、県基地の地基であった円光寺の提供により、1961年同時境内にイスラム教式の墓標が建てられた。 平八茶屋主人が支持していた武者の工事サネアツによる碑文が刻まれた石碑が据えられている。毎年9月3日に関係者によって法要が行われている。1991年4月3日と5日、非公式でマレーシア首相のマハティル・ビン・モハマド夫妻が参拝した。ありがとうございます。